Substitution on the field. Number seven. 両チーム同じタイミングで動いてきます。さあ、つながるか。カゼミーロからシェフチェンコ。メッシに渡る。ダルウィン・ヌネス。アヤックス、この1点差で残り時間をどのように戦うのがいいんでしょうか。まずこの場面で絶対にしてはいけないのが失点ですよね。決して無理をしないことが最優先ですからね。もう時間を稼ぐ形で相手に隙があれば狙っていくスタイルでいいと思いますけどもね。ウィルシャー、トーレスへ、スペースを狙う。ここはキーパー処理しました。チェルシーとしては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。どう、この距離から狙う。シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外。チャンスのシーンでした。裏を狙う、飛び出した、オフサイドです。メッシースペースへ、デリフト、奪いに行きます。ここはつながりません。スルーパスを出す、バストーニ、ウィルシャー、メッシー、中心ファールを取りました。イエローカードです。ウィルシャー、さあヌネス、最後しのぎ切ったところで終了の笛。1対0、アヤックスこのゲーム無失点で勝利。
e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間は FC バーゼル対アヤックス、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあファーストハーフ見ていきましょう。このハイレベルな両チームの対戦、目の離せない90分間になりそうです。やはりこういう豪華な試合はこちらもワクワクしますよね。楽しみですよね。そうですね。ここはディフェンスの対応、これは合いません。メッシ、メッシ、セーフ。バーゼルは先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。アヤックス、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。チェックを受けますが動じません。ここは間合いを取る。どうだこのシュート、セカンド拾えるか。シュート、うわー、おっとやってしまいました。考えられません。どうしたんですかね。北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。まあもちろん精一杯やったプレーの結果ですからね、次切り替えていきたいですよね。さあアヤックス、オンゴールで失点してリスタートとなります。まあもらった方としては非常に大きな1点ですし、与えた方としては相手が相手なだけに ねちょっと悔やまれる1点になりますけどもね。はい、アヤックスはビハインドを背負ってしまいましたが、この展開を踏まえて前半の戦い方いかがでしょう。少し早い時間帯に先制点を取られてしまいましたよね。まあ前半のうちに最低でもエンバペ、ペドリ。アヤックスとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのシュート、これはキーパー、いやーこれはナイスセーブ。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。バーゼル、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。デルピエロ、このボール奪いに行きます。ドリブルで仕掛ける、メッシ、ロドリ、奪いに行きます。ここは通しません。メッシ、勝負か。シュート、同点、アヤックス。このゴールで追いつきました。いやこの展開、これで面白くなりましたよね。シェフチェンコ、枠のギリギリを狙ってしっかり決めてきました。あれはさすがに取れないですよね。落ち着いてきっちり決めた、いいシュートですよね。おっと来た、1対1、スルーパス、遠藤。さあカウンタースピードを上げたいところ、カゼミール、メッシ、メッシ、インターセプトを狙う、カゼミール、遠藤からメッシ、裏を狙っていきます。スペースを狙う、サリバ、このボールをカットします。キーパーからロングボール、ペドリ、裏のスペースを狙う、アラウホからエンバペ、サリバ、カットに行きます。いやー少しいい形になりかけたんですけどね。さあグーティー、ボール入るか。さあ来たか。グーティーからメッシ、メッシ、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。
エンバペ、ペドリ、さあメッシ、裏を狙っていきます。グティ、カゼミーロ、グティへ奪い返します。遠藤、さあフリーだ。ペドリ、ボールはメッシへ、シェフチェンコ、ベッケンバウアーへ、ネイマール、遠藤、カゼミーロ、このパスを防ぎます。裏へ届くか、ライカールト、このボールをカットします。さあエンバペ、ネイマール、カゼミーロ、スペースに出す、このボール奪いに行きます。ライカールト、流れを止めます。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。お互いの駆け引きや白熱した攻防など見どころがたくさんありましたし、内容詰まった前半になりましたね。あとは不用意なミスをどれだけなくしていくかということも重要なポイントでしょうね。FC バーゼル対アヤックス、前半は1対1の同点で終了しています。さあ後半です。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。グーティーからデルピエロ、スペースへ、ベッケンバウアー、このボールに触ります。マイコン、メッシ、グーティー、さあエンバペ、バーゼルカウンターを仕掛けます。遠藤へ、ここはつながりません。ネイマールが受ける、ベッケンバウアー、奪いに行きます。遠藤からメッシ、ディフェンスこれを読んでいた、ボールはクリア、アヤックスカウンターを仕掛けていきます。自分で行く、ペドリ、シュート、惜しいシュートです。バーゼル、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。カゼミーロ、グティ、マッチアップのシーン、さあエンバペ、ここで収まる、ミドル、セーフのセーブ、これは見事なセービング、さすがのプレーというところでしょうか。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。決定機を阻止しました。ペドリ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。シェフチェンコから柔らかいパス、
バーゼルは先ほどから見ていて前線の選手が北澤さんあまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示でしたね。やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね、前線でのプレスがかかりづらくなるので、はい、ある程度押し込まれるのを覚悟でロングカウンターを狙ってるんだと思いますけどね、うん、まあでも残っている選手は守備を免除される分、はい、攻撃時の責任は重たいですよね。少ない人数でも最低でもシュートまで持っていかないとこの戦術は意味がないですからね。はい、ちょっと負担がかかりますね。そうですね。カゼミーロ、ここはすぐ奪い返します。スルーパスを出す。メッシーからエンバペ、スペースを使う。シェフチェンコ、アラウホ、ここはカットします。さあ繋がるか。両チームともメンバー交代があるようです。ロナウジーニョ、裏へのスルーパス、絶好の位置で受ける。これは合いません。これはファールの判定。さあこの位置、絶好の得点機でしょう。セットプレー上手いですからね、ゴール期待できますよね。直接セーフ。ファインセーブでフリーキックを止めます。いい反応を見せましたよね、キーパー。キック、クリスティアーノ・ロナウド、わあ、高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。前線からのプレッシャーが効いてましたよね。決定的なチャンスだっただけにここは決めておきたかったと思いますけどもね。アヤックスはこの時間帯を迎えましたが交代枠はまだ残っています。スルーパスを狙う、シェフチェンコ、うおー、コスタクルト、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。コースの切り替えも早いですよ。ネイマール、ここは繋がりません。トップで収まればね、シュートまで行けた時でしたけどね。グリーズマン来た。一旦前を取るモドリッチ、ここは抜かせません。アヤックスとしてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。ロナウジーニョ、ロナウドへ、コスタクルタ、ここは読んでいました。カゼミーロ、ロナウジーニョ、スルーパス。さあカウンターのチャンスになります。裏へ出るか。北澤さん、盛り上がりを見せているこのゲーム、現在この終盤で同点ですがいかがですか。まあどっちが勝ってもおかしくないですよね。今日の内容はなかなか面白いですからね。さあシェフチェンコ、アラウホ、ロナウジーニョへ、ロナウド、裏のスペースを狙う。アヤックスここクリアで難を逃れます。さあカウンターだ。アラウホ、流れを止めます。モドリッチ、メッシに渡る。時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。これはファウルでしょう。これはレッドの判定。
アヤックス、ここで10人になってしまいました。両チーム同じタイミングで動いてきます。ネイマールに渡る。さあ裏を狙っていきましたが、これは取れませんでした。ロドリへ。ロドリ、アラウホ、このボールをカットします。グリーズマン、どうだ。この辺りのこれはファールを取られましたか。うんと、これに対してレッドカードです。これは決定機、そしていうジャッジですか。北澤さん、ディフェンスとしてはあの状況でチャレンジしないわけにはいかないですからね。判断が難しいプレーでしたよね。これをカットします。ネイマールに渡る。コスタクルタ、スペースへ。モドリッチ、ロドリエ、これは合いません。長い笛が鳴りました。タイムアップ、1対1。両者実力伯仲、引き分けで試合終了となります。さて北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。非常にこうサッカーの魅力が凝縮されて、
you